習チャンネル。はい、ネイジャムです。佐々木です。じゃあ今回新しいゲスト草野と言います。草野さんお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくします。上本が体調不良で帰ってしまいまして、なるほど、富士ゼロックスの人来るからって言い残して帰りました、はい、富士ゼロックスって何してる会社ですか？あの複合機、その コピー機とかプリンターとかあさったようなやつを、うん、まあ、作って、うん、まあ、販売してる会社ですね、うん、僕ちょっと特注だったんですけど、その知的財産部っていう部署があって、うん、その特許をあの取ったりとか、そのビジネスに生かしたりっていうところの、うん、まあ、部署にいたんですよね、うんうん、開発の人たちが技術生み出して、うん、でそれをですね相談を受けて、うん、まあ、特許にしていくみたいな。富士ゼロックスになんで入ったんですか？理系の大学院行ってたんで、あのメーカー入りたいっていうのがあって、うん、その中でちょうどいい勤務地とか、うん、その給料とか、うん、そういうバランスを含めて、あの残業があんまないとか、うん、そんで富士ゼロックスです、はい、給料はどんぐらいだったんですか？給料僕あの、うん、3年で辞めちゃって、まあ、今独立して自分で特許の仕事をしてるんですけど、うん、当時その3年目は500万円ぐらいですね、うん、昇給すれば結構上がっていきますね、うんうん、30でどんぐらいいけますか？いい人なら600、700とかじゃないですかね。あ、よくても600、700なんですね。そうですね、ちょっと残業規制になっちゃってるんで、うん、その分上がりにくいですね。特許の仕事っていうのは楽しいんですか？いや、僕は好きなんですよ、はい、特許ってそのアイディア、その技術とか、ま、守れるわけですよね、うん、独占保護できる、うん、特許って何ですか？そもそも技術的なアイディアを守る権利なんですよ、うん、はい、守られたら他の人が勝手に使えない、で使っちゃうと特許侵害で訴えられるとか、自分たちの技術を保護する、うん、っていうその特許の制度が日本の発展を妨げてる気もしますけど、そこについてどう思います？いや、それ全く逆なんですよね、うん、特許って、うん、あの守るだけじゃなくて、うん、その技術情報を公開するんですよ、うん、だからそのうち公開された情報をもとにみんな新しい技術を開発していくんですよ、うん、なんで逆に特許がないと全然発展しないんですよね、うん、その技術をもとにアレンジするのは特許侵害にならないっていうことなんですね。そうですね、まあ、うまく回避すれば特許侵害にならないですし、うん、特許出しても特許にならないもの結構あるんで、うんうんうん、もう公開、情報公開して終わるもの結構あるんですよ。うっかり使っちゃったらどうなるんですか？裁判にはなり得ますね。技術使えなくなって最悪事業停止になっちゃったりとか、うん、その何が取れる取れないってこう決まるラインなんですか？基本的にはその技術のアイデアが、うん、まあ、新しいか新しくないか、うん、みたいな、うん、でも新しかったとしても従来からある技術から簡単に思いつかないっていうのが、うん、自分のやり方はどんどんオープンにして、あ、はいはい、でみんなが真似する頃には先にもっといってるっていう、はい、なんかそういう世界観のが僕は好きで、だから、はい、自分が作ったのお前絶対真似すんなよと、真似したら訴えるからなってやってる経営者はちょっとダサいなと思っちゃうんですよ、うん、あ、なるほどですね、はい、まあ、特許のことあんま詳しく知らない状態で今言っちゃってるんですけど、はい、逆に特許のこういうところがこうネガティブなところだみたいなのがあったりするんですか？人が真似するのを妨げてるっていうのはありえますよね、うん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 、でしかもなんかオーバートーク言いがちなんですよ、うん、この技術はこのビジネスは特許で守ってるからとか言ってるんですけど、うんうん、実際見ると意外とその特許の範囲が狭かったり、うんうんうん、あのもう取れる可能性ほぼなかったりして、うんうん、アップルとかサムスンとかあのクラスだったら気づかれそうですけど、はいはい、大体の特許取ってる技術ってそんな大したことないから大したことないところの同士が知らぬところで真似してても、はい、真似されてることに気づかないこと多いじゃないですか。多いです多いです。ってことはなんかもうそれって特許の意味あんまなしてなくて特許庁だけ得してるってイメージなんですよね。あ、でも結構その事業者側も得することがあって、うん、まあ、特許出してます取ってますっていうと、うん、あのエンジェル投資家とか、うん、ベンチャーキャピタルからかなり評価上がるんですよ。なるほど。事業が大きくなった時に特許があるから守れると、で利益が確保できるから投資する価値がある、うん、なるほど。競合にいかに真似されないかっていう、うん、あのところを考えるのはすごい大事じゃないですか、はい、まあ、特にビジネス作る側の人間だと、はい、でもそのどう真似されないかっていうところで特許を取ったから大丈夫っていうのはなんかちょっと心もとないですよね、うん、あ、ないですないです、はいはい、特許以外で差別化した方が絶対いいですね、うん、例えばあの年収チャンネルっていう全く同じ名前で番組を大手の資本に作られちゃったら、はい、まあ、嫌じゃないですか。そうですね。だからといって年収チャンネルっていう名前で商標取ろうって思うのではなくて、うん、それに負けないぐらい圧倒的な認知度のあるチャンネルを僕らが作ればいいだけだっていう考えが健全だなって僕は思っちゃうみたいな。あ、そうですね。その考えすごい分かりますし、はい、逆にその例えば年収チャンネル商標登録で抑えて、でそれみんな使っていいよみたいな、使わせるために自分が取るみたいな、第三者に取られちゃうともうアウトなんで、うんうん、自分が確保しておいて、うんうん、でそれでオープンにするみたいな、うんうんうん、僕の人新宿にあるんですけど、もう2年間ぐらい行ってないんですよ誰も。一席だけ取っている、あ、あのポストだけの、はい、でそこに秘書がこうポストに取りに行くと、なんか3ヶ月前ぐらいに来てた国際弁護士なんちゃら協会からこの画像を削除してくださいみたいな。ああ、そうなんですね、はい、
とか切れたりするんですけど、まあ、消すんですけど地味な仕事してんなと思いながらはい、はい、フジゼロックスの話に戻しますか。いい会社ですか。いや僕はすごいいい会社でしたね、うん、正直不満が全くないまま辞めたんですよ、はい、そうなんですね、はい、フジゼロックスに行きたい学生ってどういう学生が向いてます。保守的な人かな。なんかもうその大企業文化みたいなところがやっぱあるからですか。そうですね、うん、もう大企業って感じですね、うん、まさに。だってプリンターを売るのにこう革新的なこととか特に考える正社員必要ないですもんね。そんなに。そうなんですよね、はい、技術がもう上がりきっちゃってるんで、うん、今どういう仕事されてるんですか。今はその、その知的財産、その特許とかのコンサルと、うんうん、あと今災害が起きた時に救助を呼ぶためのドローンの開発をやってますね。全然違うこと求められてるんですね。あ、そうですね、うん、まあそっちも特許取ったりで何かうまくやってるんで、うん、一応関連はしてるんですけど、うんうんうん、じゃあ僕が今特許取るなら何取った方がいいですか。何でしょうね、なんか新しい仕組みとか考えてます、うん、アソックさんの仕組みは結構新しいとよく言っていただけますけどね。フリーランスだけでもう100人以上マネジメントしている会社って珍しいと思うので、まあ組織論的なところですけど、はい、よく言っていただくことが多いですね。それが特許取ったら僕はどういういいことがあります。まあ、他の人が真似しようとした時に警告、うん、侵害支障でしたり、で他の会社で使っている時社内で使ってるんですよね。気づかなくないですか。あ、そうですね、そういう場合、うん、まあ、正直特許出さない方がいいと思います。あ、そうなんですね、はい、プロダクトとして世に出るものの技術は特許取った方がいいけど、社内の中でやっていることは特許取って、はい、利用が取ってなかろうが真似されるときはされるから取らない方がいいっていう感じですね、はい、そうですね、特許出しちゃうとさっきも言った通り公開されちゃうんで、それを元に真似されちゃうんで逆に。じゃあ特許取らないでそうですね。年収チャンネルみたいに真ん中に水着の女の子奥沢君が YouTube が伸びるっていうのは特許取れるんですか。それは難しいですね。まあなんというか技術じゃないじゃないですか、美女は。美女はそう人なんで。じゃあこの谷間のところにほくろを一個マーカーでつけるとそれが伸びるんですだったら、それは技術じゃないですか。でもそれ多分技術的ななんか因果関係が言いにくいですね、はい、これは本物です。あ、これは本物です。なるほどなるほど。普段 YouTuber もされているというところでどんなことやってるんですか。まあ、今言った特許とか、うん、まあ、その商標だとか、まあ、デザインとか、その知的財産全般をその生み出したり守ったり生かすっていうことに関していろいろ説明してます。まあ、個人の方もその経営者の方もそう役立つようなことを発信してると思ってますんで、うん、コンサルをお願いしようと思ったらどういうなんか、はい、課金体系なんですか。結構その特許1件あたりいくらみたいな感じが多いですね、うん、その特許の取り方とかサポートしたりで、うんうん、はい、特許1件取るのにキーワードのデカさとか抽象度とかには多分よると思うんですけど、ざっくりどんなもんなんですか。出すのに、まあ、35万円ぐらい、うん、で取るとこまでいくと大体まあ70万円前後、うん、商標だったらまあ1個10万円ぐらい、うん、意外と高いんですよね。そうですね、うん、今まで僕らはですね他のコンサルしている先の事業で、はい、結構特許をいろんなの商標とか取ったりとかしてるんですけど、はい、クライアントによってねやたら商標取りたがったりとか、うん、その守ろう守ろうっていう人もいるし、うん、はい、全然気にしなくていいよっていう人もいるし、まあ結構特許取りたがる人っていうのはなんか分かりますよね、そこの感覚が。取りたがる人といらないっていう人と。まあそうですね、だいぶ分かりますね、はい、うん、でまあ今回ちょっと特許についていろいろ教わったので YouTube も見ていただけたら知的財産について詳しくなるというところで、はい、概要欄にリンク貼っておきます。じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。ウサキの一言。知的財産の YouTube ぜひ皆さんチェックしてください。